テリー土屋の車の話始まりました。はい、始まりました。土屋さん、はい、もう10月ですよ。てかさ、うん、なんかゴールデンになったらいきなりこう装いが変わったよね。心もね、新たに。そうですよ、俺なんか普通に来たのにさ、なんか9時半ぐらいから始まるんでしょ、ゴールデン。ありがたいことですよ。なんでいきなりこんなさ、エトロみたいな、なんか高そうなもの着てきたの。いやいや、おしゃれしてきたんですよ、私も。ねえ、ね、ゴールデンになるといきなり変わるわけでしょ。そうですよ、もう僕立場でコロコロ変わってきますからね。今回はですね、まあ、お二人は、まあ、いつも分かることですけれども、うん、車に対してすごいこだわりを持ってらっしゃるじゃないですか。それはそうです。ということはガレージに対してもこだわりが強いんじゃないかということで、うん、お二人のガレージどんなかなっていう。すごいよ。え、テリーさんですか。鎌倉のあのガレージは。テリーさん、ちょっとすごい。これです。あ、これ、これなんですよ。すごい、おしゃれ。何ですか、このおしゃれな。いやいや、ね、いや、一番手前の黒いやつ、これモーガンなんですけど、うん、これはもうね、30年以上前から。すごい。ああ、もうずっと乗ってるんですよ。それはね、車好きだ。うん、で僕はそんな土屋さんと違って車の運転がうまいわけじゃないんだけども、うん、なんかこれ海辺で走るにはいいかななんて思って。おしゃれ。いいですよね、海辺をゆっくりこう流してるのはね。そうそうそう、おしゃれ。でもこの3台はね、なんかずっと好きで乗ってるんですけど。え、バギーも長いの。そうですね、バギーもまあ、この色にしてもらって、うん、まあ、ホロつけていいなと思って。ていうか、テリーさん割とでも車いろいろ新しいの買い替えられるじゃないですか、うん、これでこの3台が変わるんじゃなくて、この3台は持った状態で。これはずっとキープです。あ、本体ってことですよね。これ辺を置いといて、あとは普段の車は この他にさ、だってビートがあるでしょ、うん、でジムニーがあるでしょ、はいはい、ジムニーないですよ。そう。え、なんかありませんでした、ジムニー。ジムニーはもう売りました。ジムニー、この浮気者が。そう、4代目がコロコロ変わるってことですよね。そうなんだ。でもこれはキープなんだ。あ、そう、なんかね、いいですよね。いや、これおしゃれだよ。このモーガンなんかさ、うん、夏こうさ、海辺をさーっと流したら、うん、めっちゃかっこいいよ。今度来てくださいよ。もうルパンか藤子ちゃんだよ。本当ですよ。ね、もうでもこれね、もう30年以上、まあ、海辺に置いてるんで。よく錆びてないね。スポークがね、スポークホイールが結構錆びてちゃうんですよね。まあ、でもテリーさんの車、それも味かなと思って。うん、おしゃれだ、おしゃれ。まあ、え、土屋さんは？うち、うん？長野の実家すごいよ。何台ぐらい？何十台ぐらい置いてるの？え、何十台はないけど、うん、エンジンからミッションからバラして組むぐらいのガレージですよ。すごい。だから今のテリーさん家の2倍はあるかな。あ、大きさ。そうだよね。広さ。で、タイヤ置いてあるね。タイヤなんかもう40本ぐらいは置いてある。ほら。僕はほらなんかファッションっぽいでしょ、はい、あんまり整備とかできないから単に乗ってなんかね、チャラチャラしてるだけです。そうですよ、ね、だからテリーさん家のこうやって車を見せてでしょ、うん、俺んちのはもうタイヤだらけ、タイヤとホイールだらけ、ミッションとかエンジンとか。でもやっぱガレージでの時間って大切なんですか。いや、もちろんもちろん、ね、今はもう全然物気の殻だけどね。買えんない、なかった。吉田さん車買うって言ってたよね。言ってた。言ってた言ってた。でもなんか本当東京って駐車場問題あるじゃないですか。駐車場問題。どうしよう。私もガレージ欲しいですよ。いいとこね、住んでるから。どうしたらいいの。駐車場4万から5万するでしょ。だって東京高いでも絶対4万しますよ。そうなんですね。5万もすると思う。それ4、5万全然する。だって大阪で3万かなんかだったんですよ。いや、だから都内になんか住もうと思うからそうやって高いこと言うの。もうじゃあ私はどこに住んでる。茨城やった。ね、茨城今敵に回してよ。いやだっていうのも茨城はもうでも300円ぐらいで借りられる。わけないでしょ。で、ね、完全に敵に回してる。もう栃木だったらタダでくれるよ。そんなわけないじゃん。ねえ、茨城栃木敵に回して視聴率落ちたらどうするのこれ。確かに。そうですよね。せっかくゴールデンに来たのだからそういうことになる。どうだありませんよ。はい。あ、森田さんと。はい。はい、土屋さんとどういうな関係というか仲なんですか。いや、一番最初は僕がやってるその雑誌のね、カーボーイっていう雑誌があったんですけど、うん、そこでドリコンっていうのをやってたんですよ、うん、ドリフトのコンテスト、はい、ドリコン、そこに出てきたの。おう、で優勝したんだっけ。はい、それがもう35年ぐらい前です。はい、はい、それがきっかけ。今おいくつですか。53です今。レーシングドライバー現役ですよ。そうですよ、現在のスーパー GT に GR86 で参戦中ということで。参戦中どころじゃない、この間な、鈴鹿なんか表彰台だよ。すげえ、50代で表彰台ってまたすごくないですか。本当ですね。だからまあ実力ですよね。あと普
通はみんな30代でこう切られていくからね。そう、50代でそのまあ第一線にいるっていうのは何が違うんですか、そのなんか例えば動体視力とかね。いや、動体視力はもちろんそうなんだけど、テクニックもあると思うんですけど、だって我々って今使う側じゃないですか、鈴木亜久里もそうですけど、うん、星野一義も使う側としたらやっぱ速いやつしか使いたくない。それはそうですよね、勝てないから、うん、速くて上手くて強いっていうともう限られちゃう、うん、限られちゃう。で、大体30代で首切られていくの、若いやつがどんどん出てくるから、タケノコのように、うん、もっと速い人とかが出てくるんですか。もう10代で20歳ぐらいでもう全日本戦ってますからね。だからそういう中で若いやつらを全部こう杭を打って打って生きてきて、うん、大したもんだよね。そんなことは全くしてないですけどね。いやだけど適応能力もありますよ、ね、そうだよね。それができないで消えてったやつらもいっぱいいますからね。そうですよね、いや俺と思う。だからそういう意味ではやっぱり器用なんだと思う、織戸さんが、ね、うん、土屋さん、織戸さんのこともちろん、まあ、この感じでよくご存知ですけれども、はい、織戸さんも土屋さんのことはよくご存知ということなので。いやもう僕にとっては土屋さん神ですから。嫌なやつでしょ。ねえ神だって言ってんだからさ。違うんですよ、今回、ね、いじめられたんでしょ、どうせ。土屋さんの前ではちょっと言えないですよ。今回織戸さんにその織戸さんから見た土屋さんエピソードをちょっと用意していただいておりまして、これ実はスタッフの方に何、はい、かありましたかっていろいろ聞かれたんですけど、うん、いっぱいありすぎて言えなかったんですよね。それ厳選した3つですよね。厳選した3つ、はい、じゃあちょっとお願いします。いいですか、じゃあまず1つ目お願いします。はいはい、本当僕にとって土屋さん神なので、うん、常にこう土屋さんがこう生きてきた生き様みたいのをこう、まあ、ちょうど一回り年齢が違うんですけど、土屋さんの真似をすればもしかしたら土屋さんみたいになれるのかなと思って若い頃土屋さんをずっと目指してきたんですね。僕はね21歳の頃にちょうど土屋さんのね運転手をやってたたまたま僕の友達がいたんですね、はい、で土屋さんが新しいブレーキパッドメーカーを立ち上げた頃にじゃあこれ織戸にちょっと使わせてやってくれってその友達に渡したんですね。僕それもらってないんですよ。知らなかったんですよ。はい、で土屋さんは織戸に渡したもんだと思ってるわけじゃないですか。で僕が雑誌で違うブレーキパッドのメーカーを使ってますって出したらすごい怒って、で、まあ、結果的にそれは解決したんですけど、ものすごい勢いで怒られて、もう僕も土屋さんを神みたいに尊敬してるまだ21歳の頃にすごい怒られて、あもうこの業界本当に怖いんだなと思って。嫌なやつですね、やっぱしね。嫌なやつじゃない。俺は新しいパッドができたから織戸に使わせたかっただけなの、はい、だからそいつがくすねちゃったわけじゃない、ね、じゃあそのくすねた、くすねた誰か知らないけどその人のことを土屋さんは今度文句言ったわけ。なんでお前織戸に渡ってないじゃないかって言ったの。クビにしました。クビにしたパワーパワーあ、まあ、でも本当にそのいうところから土屋さんとの関係はスタートしたので、うん、もう会うたんびに僕ピリピリしてましたね。怖くて。怖くはない、はい、優しいよ、まあ、いやすごい怖くて。でも土屋さんあれでしょ、はい、織戸さんがねどん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 実力をつけていくわけじゃないですか、うん、とね、まあ、弟子みたいな織戸さんを、はいはい、が伸びていくっていうのは嬉しいもんじゃないですか。いやめっちゃ嬉しいですよ。そうですよね、めっちゃ嬉しいですよ、うん、やっぱこう俺みたいに普通峠から上がってくレーシングドライバーなんていないわけよ。あみんなやっぱり英才教育を受けて星野一義の息子、中島悟の息子みたいな、やっぱこうカートから上がっていって、もうなんすか、俺はダークホースみたいなもんだもんな。あ向こうサラブレッドだからさ、はい、もうカートからずっともうエリートコースよ、うん、俺らはもう泥水を飲みながらみたいな、峠を走りながらレーシングドライバーになってたから、でもいないわけよそんなやつ。織戸と谷口しかいない。あそういうことか。普通はレース界で相手にされない。えなんで相手にされないんですか。もう叩き上げだから、ね、峠走ってたやつらだよあいつらっていうのでレース界で相手にされない。あそういうのあるんだ。だから織戸も谷口もそうだけど実力でのし上がってきてる。だからそういう中だからやっぱ可愛いわけよ。確かに。だから雑誌とかいろんなもの出したいしさ、あとはその気持ちは分かりますね。そうでしょ。まあ、土屋さん意外とな親分肌なんだ。そうそうそう。さあ2つ目は土屋さんをすごいと思った話を何か一つお願いします。いや土屋さんすごいと思った話もたくさんありすぎて、これも もう毎日すごいと思ってるんで一つって絞られてもなかなか難しいんですけど、まず最近で言えばもう土屋さん僕と一回り違うんで65になりますよ。45ですよね。
え、土屋さん 65?4? 見えないでしょ。え、見えない。見えないでしょ。え、高校生で見えるよね。え、土屋さん、ほんと。なんか土屋さん見えない。見えないでしょ。そうだよ。え、本当に。ほら、驚いてます。ごめんなさい、ちょっと改めて驚いちゃった今、うん、今リアルに驚いてますよね。びっくりした今、うん、話がすごい。ごめんなさい、故障ちゃった。折りまくっちゃった。なんか普通さ、はい、会話が一本ですが、途中で戻ったりしてるよね。どうぞ続けてください。はい、それで、まあ、土屋さんと他の仕事でよく走る仕事、こう峠のこうね、あの群馬の方にある峠、安全に走れる峠ですけど、そこで走る仕事とかよくあるんですけど、65、4歳、5歳になって、うん、未だもう現役のように楽しくてしょうがない笑顔で走ってるわけですね。それを僕ら見てると、本当すごいなと思いますね。だから走ることが大好きで大好きで、あのレーサーとしての現役は土屋さんのその当時ね、もう20年近く経ちますね、うん、俺が一番いい時に辞めるんだって言って、その土屋さんが現役引退した頃ってまだ43ぐらいですよね。47ですか。僕らよりもまだ若い時に引退したんですけど、もうそこから先もずっと見てますが、とにかく走ることが大好きで、車が大好きで、本当すごいなと思います、うん、なるほどね、はい。じゃあそれではですね、はい、あの今日はその織戸さんに素敵なガレージを見せていただこうと思って、い、はい、ゲストとしてお呼びしておりますので、はい、じゃあちょっとガレージの話を。あ、見れるの。はい、実はですね、あの事前にガレージを撮影させていただいたということなので、はい、横浜ですか。横浜です、はい、うんうん、ね、じゃあそのガレージを見たいと思います。はい、はい、というわけで織戸さんのガレージに到着しましたので、早速行ってみたいと思います。織戸さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、はい、こんにちは、はい、あの今回ガレージを見学させていただけるということでやってきたんですけれども、はいはい、どうぞどうぞ、はい、なんかリニューアルをされたと。あ、そう、最近ししあのリニューアルして、まずね、扉つけたんですよ。あ、これね、以前確かについてなかったですね。いや、あのこれはもうあのワンオフなんで、はい、結構高いんですよ。あ、高いんですか。高いです、はい、はいはい、どうぞ。お邪魔します。めちゃくちゃおしゃれですし、まあ、車もそうなんですけど、この雰囲気がなんかすごくあったかい感じがしますね。そうですか、はいはい、ここ本当に最近リニューアルが終わったばっかで、はい、それまではただの工場だったんだけど、うん、今回思い切って結構ちょっと部屋みたいな雰囲気に変えたんですよ、はいはい、なんかこの照明の感じとかもかなり暖色系のライトで、そうですね、これだから夜になると、はい、すごくここがまた心地いい空間になって、はいはい、でこの音楽とか流したりとか、うん、時折ここにでっかいスクリーンでこうね映像を見たりとか、はい、そういうのもできるんだけど、ちょっとバーのような雰囲気もありますよね。あ、もうそうそう、でっかいバーみたいな、クラブみたいなイメージですね、はいはい、僕気になるこの辺りのこうこだわっているポイント。ここはこれから、はい、あのアパレルとかそういうのをちょっとしっかりとちゃんとマックス・オールドブランドというのをどんどんこれからしっかりとした展開をしていくんで、まあ、それのこうスペースに変更していこうかなと思ってます、はいはい、以前から確かあったと思うんですけど、前2機あったんですよ。こっちにも斜めの2機リフトがあって、はい、タイヤチェンジャーとかそういうのもあったんだけど、そういうのは全部もう撤去しちゃって、リフトは1機だけにしました。ちなみにここで実際に織戸さんも作業されることはあるんですか。まあ、あの自分の車の作業をメンテナンス、あとはお客さんの車のエアロパーツ取り付けとか、はい、まあ、アライメントとかサスペンションとかぐらいはやりますよ。まあ、基本でもエアロパーツっていうのはメインです、ね、はい、あまりハードチューンはほとんどやらないんで、うん、はい、実際にまあこだわりの86ですもんね。まあ、まあそうですね、最近、はい、最近あの作ったエアロパーツがついてるものですけど、はいはい、まあ、だからこのリフトを使ってお客さんがここでくつろぎながら自分の車を作業してるのを見るっていうね、うん、なかなか僕らにとってはプレッシャーですけども、はい、なんかちょっともうコーヒー飲みながらなんかこう見てたい雰囲気がありますよね。まあ、まあ そういう風な空間になるためにこの場所を作った部分もあるんで、はい、はい、そうですね、はい、織戸さん、ぜひあの、うん、2階の方も見学させていただきたいんですけれども、はいはい、2階は、我々の事務所と、あとはちょっと2階また景色違いますけど、レーシングシミュレーターが2台入ってます。はいはい、2階行ってみますか、はい、知らない人が来ると赤イメージあるかもしれないね。そうですよ、かなりこう赤とやっぱり黒のイメージがすごくありますね、はい、まあ、ここはうちの今スタッフがこう横並びで、まあ、あの作業をしてて、まあ、事務作業をしながらあのお客さんの注文をいろいろ処理をしたりとかしてるんですけど、あと奥に2台のシミュレーターがあります。はい、はい、あのやっぱりこだわりのシミュレーターというふうに
聞いておりまして、はい、僕この 130R 横浜というか初めてでしょ。初めてです。グランツーリスモチャンピオンのくせに。そう、まあ、この2台を使って結構プロドライバーとかあと実際にサーキット走ってる人たちが結構多く来ますね。はいはいはい。ここのこのシミュレーター、あの左側が先ほど、あ、そう、左側はうちのマクトオリドのオリジナルで、はい、まあ、右はアメリカのメーカーのやつですけども、はい、まあ、基本的には僕がトレーニングするために最初シミュレーターっていうのを取り入れたんで、はい、まあ、そのスタイルは今でも変わってないですね。基本もうトレーニング用ですね。トレーニング用、はいはい。どうしてもシミュレーターを見てしまうと、そうだ、いろいろやりたくなってしまう。やりたくなっちゃう、チャンピオンだもんね。はい、ところも、はい、うん、あるんですけれども、うん、いいですよ、全然。あ、本当ですか。はい、いや、これブリットさんのシートですね。よいしょ、失礼します。よいしょ。これ実は3画面の、シートって結構あるんですけど、ここまで大きい3画面のシート実は初めて触るので、臨場感も含めて楽しみたいと思います。いいよ、行っちゃって。やっぱりチャンピオンですね。いやー、どれがかかってんだろう。これ結構かかってるよ。かかってんな、うん、どうですか。俺的には建物もう全部含めて全部総工費です。建物は賃貸なので、うん、最初9年ぐらい前から借りてるんですけど。じゃあ内装ですね。はい、そうです。内装最初もう本当に、うん、本当に工場の跡地みたいな汚いとこから始まったんで。これ何、椅子とかああいうのも含めて。いや、そうだね、その辺はほとんど入ってない。あ、まあ、そうかな。じゃあね、うん、いくら。1500万。え、そんな安くできるの。1500万。え、僕はね3500万。そんなにはいかない。これ教えていただけるんですか。え、金額教えていただけますか。大きいですか。いや、最初借りた時に、うん、多分ね1500万ぐらいかかってるんですね。まあ、それは本当工場として、うん、上のあのあれもコンテナに見えるんですけど、うん、コンテナじゃなくてブリキをこうワンオフで作ってもらったんですよ、うん、コンテナ風に、うん、で今回、うん、まあ、最近終わったばっかなんですけど、まあ、床を張ったり壁をこうやったり向こうを全部きれいにしたりとかして、それで1500万ぐらい買ったんで、まあ、トータル3000万ちょっとぐらいですか。じゃあ合ってんの。合ってます。さすがです。3000万合ってんの。さすがです、はい。でも俺も合ってるじゃん。そう、2人とも合ってるなっていう。何ですかこれ。最初1500万。そう、2回に分けてるんで。リニューアルで1500万。そうですね、はい、両方合ってんの。合ってます。リニューアルでそういうことです。そうですよね、はい。まあ、あとここはあのーまあエアロパーツとかもうちで作ってるんで、それのお客さんの車に取り付けたりとか、うん、そういう作業、簡単な作業はちょっとやったりとか。土屋さんはこういうの持ってないの。こういうショップは持ってない。昔は持ってた。土屋さんが若い頃にあの経営オフィスっていうあの長野の、あの長野の田舎ですかね、あれは、うん。お前に田舎とか言われてもね。まあ田舎なんで山の中だから。そうです、田舎の長野でやってたんですね、あれ、はい。やってたの本当に、はい、ショップはやってたの、はい、経営オフィスって。それでもう大人気で、うん、あの若い頃やっぱそこに憧れていくじゃないですか、うん、でいつか僕も大人になったらそういうのやりたいなと、ちょっと夢だったんですよ。思うよね、はい、なんかちょっと一つの憧れですよね、はい、なんかやっぱここにいるとちょっと嬉しいっていうか落ち着きますね、うん、はい、今度ねそのと折田さんに憧れてるさ若い人たちが今度 ねこのお店行って、ね、うん、じゃあ今回はですね、あの折戸さんに、うん、このガレージにあのさっきほら車いくつか置いてあるじゃないですか、はい、愛車を一つ1台持ってきていただいておりますので、みんなで見に行きたいと思います。よいしょ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。